役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は狩人です。5番のプレイヤーが発言します。はい、5番です。よろしくお願いします。まあ新旧、僕は新旧局においては鈍信仰が強いと思ってるっていうか、まあ占いが一周目は潜伏するのが強いと思ってるんで、で、まあ、占い以外の役の不正信仰が僕は一番強いと思ってるんで、僕はその信仰を推奨しますって感じですかね。はい。まあ、よく聞く95秒でどうみたいな。はい。で、僕の思考解除は、まあ、単体考察が一番あれなのかなと思うんですけど、まあ、いかんせん、レノがいないから、あんまりラインっていう考察しても意味ないと思うので、まあ、単体でおかしなこととか、まあ、その人外名みたいなところが拾えたらなと思ってます。てか、そういう、まあ、単体考察を一番メインにやるって感じですね。はい。で、まあ、先ほども言った通り、まあ、その、占い以外の役は伏せる。まあ、それこそ占いも信用ないので、一周目は。役すかし、マジで、とてつもなく無駄がないんで、やめましょう。以上です。6番。のプレイヤーが発言します。はい、まあ、5番さんの印象はどっちかっていうといいですね。まあ、ただ付け加えます、私が付け加えるんですけど、まあ、役すかしは最終日でも、まあ、最終日までかな、しない方がいいと思います。なんだか俺ね、占い師さんしようって新旧局って村強いと思ってて、なんでかっていうと、グレー髪を絶対しなきゃいけない。片白グレー髪をしなきゃいけなくて、まあ、隠し白とかならない限りね。そうなった場合、スムラが噛まれた場合って、めちゃくちゃ村有利だから。だから、まあ、役すかしとか、ここ役なんじゃないとかっていう発言も含めてしないでほしいですね、村に対しては。はい、くらいです。じゃあ、まあ、5番さんの95秒の1で、2周目。占い師だけ出ましょう。はい、7番のプレイヤーが発言します。6番さん違和感があったのは、それをなんで言ってしまうかなって。それは精査になるでしょ、十分。それって共通認識だと思ってるんで、なんで6番それ言ってしまうかなって。ジンが言わなくなりますよ。6番さん、6番さんはその精査でするんだったら、6番さんってその精査必要だと思ってます。わざわざ人外にそれを伝える必要はないと思ってますよ、6番さん。はい。なんで6番さん疑ってますね、非常に。まあ5番さんは2周目ですかね。あとはね、まあ言うことないかな。特に言うことありません。はい、じゃあ8番さんどうぞ。8番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。そうですね、5番6番7番さんの印象は、まあなんか5番さんとは、まあ、考え方が合うなっていう感じで、まあ、6番さんとも考え方は合いますね。まあ、必然的には俺はね、まあ、基本的に5番さんが言ってたように単体精査していくべきかなって、まあ、それはなんか人気曲と比べちゃったりはするけど、まあ、例の結果問わず単体精査していくべきかなと思ってます。なんか7番さんはなんか6番さんに向ける視点は発言拾うと、まあ、違和感はバリバリあったなっていう感じですね。まあ、6番さんの発言は一旦は無駄なことを言ったと思うので、まあ、なんか7番さんは6番さんに向ける視点は分からないけど、まあ、ただ、まあ、6番さんも別人狼でも言える発言なので、まあ、それで別7番さんを疑ってるってわけでもないんですけど、ちょっと違和感あった。9番のプレイヤーが発言します。まあ、5番さんに関しては2周目1ですけど、6番さんに関してはそもそも共通認識、7番さんの指摘通り共通認識であって、平たく言えば赤信号で道路は渡っちゃいけない、青信号で渡りましょうってことをみんなで認識している状態のことを話してます、6番さんってね。はい。ただあまり同目っていうのはないのかなと思います。結構自身に視点を向けるような発言、ドーン進行の流れっていうのは基本的に自然的に生み出すものなんで、はい。いちいち言う必要性がないから、視点、
王自身に向け占いを吸いに来ている狂人かなと私は推測しています。はい、1番のプレイヤーが発言します。ねあんまり狼探してないね、みんな。もう7番さんが最初だね、その位置で6怪しいって狼探してる感じ。なんか8番さんと9番さんってなんかあんまり狼探してなくてヘイト買わないようにしてる感じがするかな。いや5番さんも役職ないの透かさないでって占いないの透かしてるからね、裏にないし、そこをなんか印象いいっていう6も怪しいし、8、9ヘイト買わないような感じだから、4人、この中に2浪いそうだけどね、5、6、8、9に。まあけどやっぱ一番怪しいの9番3かな、その1だったらさすがに釣り1、1本言えるとは思うんで、まあ4人怪しいけどやっぱ1本で絞るなら、現状9番3釣りかな。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。俺結構7の6叩きって結構不当だと思うし、思って聞いてました。理由として6番さんってただ単純に自分の信仰論、自分の意思を話したまでで、それが共通認識とか7番さんの主観で6番を叩いてるだけだと俺は思ってるから、1番が、7に落とす、色を落とそうとしてる動きではないと思う。俺は普通に7は6に対して不当な動きとして俺は捉えてるから、便乗してるのに9番1番ともに俺は怪しいと思ってるから、791今現状印象が悪いです。はい、で、まあ、9に関しては、ほぼ7の便乗位置だと俺は思ってるから、9釣りでもいいかなって思ってるレベルです。はい。2周目頑張ります。3番のプレイヤーが発言します。9番さんって便乗してないから、そこを2番さんも9番さん便乗って言ってるのはおかしいかなって思ってる。確かに9番さんはまあ単体で怪しいかなって思ってる。9番さんって、6番さんの狼要素がないのが、脳進行を提示してるだけで、あって狂人って言ってるのは、ちょっと、目線が狭すぎるのかなって思ってる。だから9番はおかしい。うん、2番の、7指摘もちょっと、私は、合わないかなって思ってる。7番は6番の、裏要素を取りに行った人物だから、そこで、7番が主観が違うっていうか、自分の意思で6番を叩いたのは私は7番が印象いい。だから1番が7番を評価しているのは私は1番も印象いいかなって思ってる。8番はなんか防御感があって、5、6はどちら、まあ、結局前回でも得るっていうことで2周目1に置いたんですけど、7が6に向ける目線は違和感、それだけでも前回、とは思わないって言ってるから、私は8はちょっと防御感があるかなって思ってるかな。おかしいのは8、9、2かな。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい、まあ5番はドーンの強さを説明しつつ、自身が非占いでも非役でもないことを透かさないように発言、気をつけてる感覚を受けたから、印象がよく、9番、あ、じゃあ6番も、まあ、3CO の強さの話してて、まあ、良かったなって思うし、7番が、その6番がそれ思考開示したら、狼がしなくなるから、狼探すんだったら言わない方がいいんじゃないって思考も村思考だなって思う。8番が7殴れそうで殴らなかったから、8番のロー目があるって3番言ってたのは良かったけど、9番に対する視点が変かなって思っていて、9番って6の白を知ってる人物だなと思っていて、そういう考察が落ちた上で9の狼を読んだのは分かるんだけど、そこは指摘しないんだって思ったから、3が何かしら透けているなって思っている。1も2も人狼を探しているから単発で見てます。5番のプレイヤーが発言します。ドーン、占い 3CO。 あ、違う、てか俺日占い透かしでなんか結構気をつけてたのに、なんか1番から言われて4番え、日占い透かしてないよね、1番は何を思って5番が日占い透かしたのってなんか言ってきてるのかよくわかんない、説明しといて。3番しよう、え、3番占いつってるやん、やべ、こんなもんけんやってる場合じゃないの。あ、でも俺8番めっちゃ防御感あったよね。
これは3番が取ったからその要素はいいなと思った。なんか7番6番の結構まあ7番と思いっきり言っててそれどっちにもつかないなと思ったんで、そこは良かった。まあ4番とかもそれ3枚評価したけど、6番は2しろだけど俺7番の6番に言ったことは不当だと思っていて、まあ2番と同じ意見ですね。はい、まあ、同じ意見というかまあ共通認識かどうかってそれぞれの違いだから、でそれを認識してないやつに6番って教えてあげてたんじゃないと思うから、なんか7番よくわかんない立て方をしてるなと思いました。いやーこの3人やったら8番かな。なんかあんなに7番が6番叩いていて8番がその7番が言ってたのが良かったんだったら6番のことを言うんじゃない。なんかそのどっちも人外でもなければなんかどっちも言えるよね。結局ゼロにしたのがすごいなと思ったんで、4番は3番に指摘したすけどそこは別に僕は納得できなかった。ただそれ以外は4番は良かった。この3人やったら8番かな。はい、6番のプレイヤーが発言します。俺1周目聞いててまあ村っぽいなと思ったのが1番と4番。7番は議論姿勢だけ、言ってることははちゃめちゃだから、あのもし 村側であった場合は考えなきゃいけなくて、ちょっと補足をちゃんとしておくんですけど、別に人外に気をつけられてもいいのよ。村で言っちゃう可能性があるから、村でこの人役職っぽいなって役職探しちゃうスムラもいるから、だからそういうのやめてって言ってるの。俺そういう人人外で見えちゃうから。で別にそれは人外で、人外が気をつけてくれたって別にいいのよ。それは他のとこ、他の要素で狼探すから、もしくは他のとこの村要素を拾う。で1番と4番が村っぽいと思ったんだけど、特に村っぽいと思ったのが4番で、なんか今の5番の発言がちょっと追加するわ。なんかね、なんか狼っぽくねえのよな。なんか占いさん CEO 出て、基本的に情報釣りなら俺釣りになると思うよ。まあ霊媒師もいない村だからね、俺が何色かっていうのも見せられないからあれなんだけど、なんかそこを差し置いて占い師だったら8番かなっていうのと、なんかグレーのスキルの4番の評価とかが結構良かった。7番に対しても7番ってまあ、客観視、俺も聞いてて6番への殴りって結構不当だから、発言の表性差を拾ったらおかしいんだよ7番差は。村だったら自覚してほしいんだけど、ただ1番が7番の、まあ、狼探す意欲を拾って5、6、8、9に二郎っていうのが、まあ、1番が狼であんま言わなさそうだなと思ったら、4番はね単純に考察がつい村っぽいと思ったから、消去法なんか9番か7番にいそうだなと思う。7番のプレイヤーが発言します。あの皆さん話聞いてないなってあの超思いましたね。8番さんってこう言いましたよ。あの霊能結果に関わらずって、なんでここ誰も拾わないの。霊能いませんけど、はっきり俺は聞こえた8番さんからそういうあの言ったのが、誰も多分気づいてないってことは誰も聞いてないってことなんでしょうね。俺しか聞いてなかったんでしょうね、8番さんが霊能結果に関わらずって言ったこと。8番絶対確認せです。今日は8番から。でね、2番さんおかしいと思いますよ。なんで僕が怪しくなるんですか、2番さん視点。不当で、不当だから。狼探してても不当な人は狼なんですね。そうですか。で、6番さんの今の話もおかしかったと思いますよ。だって6番さんって、村でやってる人を抑制するために言ったって言うんでしょ？だったら6番さんのそもそものその論が間違ってますよね。村でも言っちゃうんだったら人外、別に黒くないんじゃないですか、その人。ん？僕村では言わないと思ってるから。だから6番さんのことを1周目怪しみましたよ。そして2番さん、あの、2周目は6番さん、村でも言っちゃうって。真は3番さんだと思いますよ。はい。もう誰でもわかる目線だと思います。でも8番さん、8番さんと6番さんで迷ってるんで、8番さんは、何です霊能のこと言ったのか教えてください。はい、以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、なんか5番さんがまず新旧局だから、まあ、霊能結果見えないけど、まあ、基本的に単体精査が大事だよねっていう発言したから、まあそれはそうだよねっていう、まあ、それに同意した感じで、まあ、人気局霊能がいるっていうのを、まあ、話に持ち出しただけで、別に
なんか発言でどの、なんか言ってないですよ。なんかそれを言ったから偽要素っていう7番さんの要素は、これは全く理解できないし。なんか結構俺6番人狼が俺の目線だけ見えてるから、まあなんか発言取ったら、まあ6番は狼で無駄りなことを言ってたと思いますよ。そのなんだっけ、ションネッチの役、なんて言ったんだっけ。だから取ったから7番の殴りは人だと思ったけど、なんかフィーリング的には6番7番だったら7番の方が人間っぽいかなって思ったから、なんかこれは発言にあんまり触れられなかったですね。なんか精査ができなかったから5番6番7番に甘さもつけられなかったし、同意で、まあ、正直7番の方が人間っぽかったかなと思ってて、まあ、その感覚を引きずろうかな。6番7番狼あんまないかなと思ってて、なんかね、6番狼がね結構5番さんに初日から発言するよってる構図には見えてるんだけど、なんか5番さんが、まあ、結構村の視点に乗ってるなって思ってるから、どうなんですかね。ただ6番派ですると5番も人間かなって思ってて、まあ、4番さんの単体で、まあ、人間っぽい視点を出してるなっていうのは分かります。だから消去法をやると1912の中にいるかなとは思ってます、今のところはね。はい、6番9番のプレイヤーが発言します。もうなんか大体村人を役職さんが分かりました。まずこの三神王の状態が生まれる前に、まず4番さんの発言に注目してみましょうか。4番さんは9に矢印を向け、9が単品黒ではないか、9が6に視点を向け、6番が強靭だと、なぜ人外だとして6番が強靭筆頭で6が強覚する理由がわからないから、9番が6番の色付けは行われてるんじゃないかという発言。あとで最終提示が38、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 
ました。はい。ラストウルフは4番でもう終わっちまってると思ってます。7番さんに関しては、7番、8番に関しては、ここはムラムラでやり合ってるかなと思ってます。7番さんは8番さんの発言をよく聞いてないです、さっき言って。霊能局じゃないんでって言ってるんで、はい。なんか話聞いてない人だいぶ多いなと思いました。はい。まあそんな感じかな。占いの真偽で言ったら6番さんの真はほぼないですね。はい。まあ狂人に見せた狼っていう形もあるんで、毒すりが丸いでしょう。以上。1番のプレイヤーが発言します。これ占い単体は3番さんの1周目が考察が合ってんだけど、まず占いないの透かしたとこに白打ってんだよね。だから新占い師に刺さんないか、そこに白打ちがちょっと3番さんの新目が落ちてる。で、6番さんと8番さんって5番さんが占いないって透かしてるんだから、あそこ釣り寄さないと、あそこ6番さんと8番さんが6を釣り寄してたら、多分3番ってもしローの時って5を釣り縄に使おうとするから5白打たないんだよね。そしたらもしかしたら6か8に白打ってた可能性って十分あったと思うけどね。いやー、もう5番さんが占い師は2周目の出ましょうって言った時点でないからね。やっぱ俺はそこに白打ってる3番が偽かな。新占い師に白刺さんないからね、安牌で打ったように、まあ囲ってるかどうかまではわかんないけど、だから俺は3釣り、1周目考察は良かったけどね、俺と合ってるから。まあ3番さん、まあ3番さん2周目聞けるからもうちょっと様子は見るけど、まあ3釣りから行こうかな。グレーは4番さんは考察あってたんだよね、結構。だから俺4と7を弾いていいかなと思う。7番さんその位置で6怪しいものを結構情報としてるし、4番さん視点あってた。だから4、7だけちょっと弾いてるかな。現状3番さんから行こうかなとは思ってる。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。これ俺一番初週が言ってること結構むちゃくちゃだと思っ
ってて、だって5を占い透かしたから5を釣り押さないといけないとか、3がその日占い透かした5にしろっていうから3から行くとか、結構あの表なんだろう、1に対して矢印が多分向く行為をしてると思ってるから、仮に3、4番目、3ローだった時、1とは繋がんないのかなと思ってて、まあ、3の発言をまあ聞いてからであるが、正直今の、8番の発言は俺結構7に対しては良かったと思ってるから、現状フラットで、あの3人まあ見てるって現状です。で、7に対しては、まあ、不当だったら人外なんですかっていうアンサーだったんだけど、そうですよ。あの不当な殴りは人外要素だと思うんで、普通に7怪しいなと思ってるし、まあ、それは8に対しての矢印の向け方もおかしいなと思ってたから、それは9の視点は良かったかなと思ってる。はい。まあ3の発言聞いてちょっと考えますが、グレーだと俺1は怪しいなと思ってます。はい、現状かね、そんな感じ。じゃあ3番さんお願いします。以上。3番のプレイヤーが発言します。あのですね、まず1番さんって私が5番さんに白を打ったからって私をあの2セットも離れてください。これランダム占いだから、5番に白を打てただけだから、それで2セットちょっとマジでやめてほしい。考察発言精査ちゃんと考えて、うん、で6、8ってもう締めないの分かりますよね。6番さんと8番さんって消去法でスリーチっていうか繋がる人物上げてるんですよ。そこ締めないの追ってほしいかなって思ってる。うん、私は4番さん気になってるかな。4番さんって私の指摘、私がなんか人外みたいな感じ言ってるんですけど、4番さんって、9が6の白助してるって私も同じこと言ってるからね。それで、うん、なんで私は人外になるのか分かんなかった。9番って6番は狼はないから、って言ってるんですよ、私って。それなのに、4番さんって同じように私と繰り返しでそのこと言ってるのに、なんで私が人外になってるのか分かんないかな。4番さんは怪しいかなって思ってる。で5番さんは、2番さんに疑問に思ったところは、1はつながらないのかなって思ってるのに、グレーなら1って言ってるところはちょっと、うん、矛盾が合ってるのかなって思って、2番さんの発言も違和感かなって思ってる。うん、7番さんは、うん、どうなんやろ、まあ、まあ、6、8、どっちも、あの、参加しんって言ってくれたのはありがたいかな。うん。特に気になる様子はなかったかなって思ってるかな。9番さんが4番さんに9番さんが4番さんに向けた目線は良かったかなって思ってるかな。だから私は、1がなんか3の芯を追ってないって言ってるんですけど、それより私は2か4の方が気になってるかなって思ってる。6、8、4番のプレイヤーが発言します。8なんだ、3視点、うん、その理由が欲しかったしな。てかまず1周目と2周目を混同するのやめましょう。占い師が出てないからね、1周目って。その上で僕発言してるから、9番が占い師を6しろっていう気でいるのかなと思った。9番って6番の狂人しか追ってないから。で9視点って6強上の時って8番破綻してるから、9視点8じゃないの釣り位置って思うかな。で8番が狼の時って僕って8、3で追ってるから、8って3にしろって打ちづらいと思うから、8番の狼って否定されて進化強になるんだけど、8番が進化強になるんだけど、その場合6、3が進路になるんだけど、結構3級で見てんだよな。3番が初週、9番の占い終えなかったのって、要は3が占い師って観点もあるんだけど、3が 9が相方だから9番の占い終わなかったって点もあるかなと思ってる。やっぱ9番の6の白助ってやっぱ気になるんですよ、普通に発言聞いてたら。で9って今日飛躍であることを透かしたでしょ。それってムラリないと思うし、ロー要素だと思うし、6から行きたいって視点が8番強陣つけてる9、3オカミに見えるかな。8番がローの時3、4って打たないから。で6番の3、4、4番面下の役潜伏促しって、多分占い師だったからこそ強い盤面作りたくて言ってたように思えるし、6には行きたくない、3に。全プレイヤーの発言が終了しました。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。待って、シンフラ、マジ4番やばいけん。4番、村だったらマジでやばいから。この4番どうだと思ってますよ。もう私への釣り方めっちゃ不当ですよね。そんな防御官みたいな感じでなんか弁明してるけど。4番おかしいかなって思ってるから。私は7はないかなって思ってますよ。7が6、8を、締めないって言ってくれたのはありがたいんですけど、私に入れてるのちょっと意味わかんないかな。多分1番さんに乗っかってるかな。1は村だと思うけど、ちょっとなんか、5に白打ったからって私を偽でマジで思わないでほしい。ランダム白だから5番さんがちょっと初日占いなのに少したのが悪いんだから、それで私が信じられるのはマジで不服なんだけど。私は2か4だと思ってます、ラストウルス。4番が占われたくなかったら3番を釣りに来た様子かな。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。昨夜は一番9日目か。1番のプレイヤーが発言します。1占い6番さん5か。俺怪しかったかな。8番さん目線って6の黒が見えてんだよね。で、7番って6釣りをしてんだよね。俺7番評価してんだよね。1周目その1で6釣りをしてて情報としてる。で、5、6、8、9が怪しい。16に見えるかなぁ。2番がいっちゃ怪しんでるかも。26かな。まあ一応俺3番強靭あるかなとは思ってる。占いないのを使いしたところに一応白打っとけばワンパイだから。だから一応、強靭で一応、シングルライス刺さらないように一応打った可能性ある3強。8進26ローローかなとは思うけど、8番さんのちょっと1占いがちょっと消せないから、なんで1占ったんかちょっと聞いてかな。まあ、俺は26かなと思う。2番さん俺ローに見える？で、2番さんって結構6変わってるような気がしたんだよね。2番さん7釣りをしてなかったかな？結構。まあ現状26かなとは思うけど、8番さんちょっと一占った理由聞かして。2番のプレイヤーが発言します。まあ、7は怪しんでます。だが、昨日の単体1番が怪しすぎたから、まあ、3、5、矢印が向いてた状態で、まあ、3、1はないかなと思って、まあ、6、8にどっちかいるかなと思って、俺は8に行きました。で、別に6は変わってない。この段階、発言前だったけど、3人フラットって発言してるし、6、8、どっちかっていうのは分かってない。8が昨日7に対する視点は、8自身の弁明でも良かったと思ってるから。ただ、単純で黒かったから、3弾いたっていう話です。はい。ただ、昨日のお話で、1は、3強人って置いてるけど、俺3ローも結構あるかなと思って、理由として、2、4って3は上げてたけど、俺が黒になる要素って3番目線、何にも提示もなかったし、俺4番さん結構俺は、村目線で評価落としてたと思ってるから、村だと俺4評価できるなと思ってます。はい。8の1番は何だろう、うん
逆に1が見える2、6の目線って何なんだろうと俺は思ってるから、やっぱ単体で1が怪しいなと思ってる。だからこそ1、8ロードかな、三強陣でっていう感じですかね。はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。でも5か2に狼いそうだよね、この神って。9番って飛躍透けてるのに噛まれてるし、じゃあどこに狼がいるのかって考えた時に、 なぜ2と5が占われ先なのに噛まれないのかって考えた時って、2か5にいるんだろうなって考察に僕はなる。盤面上5番が6に行った理由を知りたい。26なら初日学校行ってばドーン進行だからできるしね。3がローならまあ5白、まあ1番が5のヒーローに透けてる。僕は透けてないと思ってたから、まあ1は1の主張で透けてるっていう発言に残してて、3がそれに乗っかったなら5白って打ちそうだから。あ、ユーザーさん。ほら、ありがとう。3、5とかないと思うんだけど。5番が6に行った理由を知りたい。8進ならまあ6にはあるよね、あるよねって思う。8番の狼見てないと思ってる。8、3つってるから8って3にしろとか打って、4番の表をいらない動きってしないと思ってるから。8って新強。まあそうなると新濃度って高くなるから、6にって終えるなと思ってる。だから5が6に投票した理由が知りたい。僕、普通に9神の時点で2か5にいると思ってるから。5番のプレイヤーが発言します。9番飛躍つけたと思ったんや。全然そんなこと俺も分かってないけど、俺の考察があれなんかな。6番投票した理由は、6番の発言で5番に対して5番、まあ俺は単体考察するって言ってて、まあマークとかつけててね、2周目の時に、まあ遅くなったんやけど、で単体考察して8番つったら、6番が5番さんはいいっすね、この状態だったら普通情報ずれなんだかんだって言って6番のこと殺しに来るんですけど、そういうのもなくって言って、いや情報ずれとか霊能おらんからないからと思って何を言ったんだよ6番って思ったんですよ。でそしたら7番が、いや8番さんが霊能の話をしていてどうのこうのとか言って、いやそれを言うなら6番がこの盤面下においてあのなんだ情報ずりがないとか言ってる5番に対して評価を下したことに絶対違和感を持つべきじゃないと思ったから、6番7番のペアにすごく見えてしまったんですね。はい、だから6番に行ったんですね。はい、うん、4番のなんか俺1番めっちゃ変やった要素が1個あって、まあ俺ここでちやったからあれだったけど、昨日さ1番って4番のこと評価してたけど、4番って5番に対して飛躍じゃないよって言ってる人物だから、4番と思考合うわけないのでなんで1番って4番のこと評価してんのって思ってるんですけど、あ、まあその飛躍がどうのこうのでは多分これはずっと水かけ論になるんで、別にそれはどうでもいい、どっちでもいいんですけど、1番って4番と思考合うわけなくねって思ったんですけど、はい、だから4番がなんか2番に固執してるのもよくわからないし、まあ、先ほど発言した通り、7番ってとてつもなく8番に不当な殴りをして、6番だけ度外視して考察してるので、すごい変ですよ。普通の考察聞いたら7番が一番変ですよ。なんで度外視してるんですか、みんな。6番のプレイヤーが発言します。いや、そもそも2周目以降よく分かんなかったのが、4番が8番の狼否定をしたときに、8番の狼が行くから2日目6番行くっていう思考が意味が分かんなくて、あなたが追ってるのって、まあ、3番、9番、8番を強人とかって言ってるよね。3番、9番から8番強人で。で、9番が噛まれて9番がなくなった時点で、なぜ8番が真に切り替わるんだ。で、2番と5番に狼がいるんだったら、なんか、俺から釣りたい欲ばっか4番出してるけど、そんなことよりも2番、5番の精査をしたらいいんじゃないの。なんかね、どういうして思考の移り変わりなんだろう。別に9番3番がなかった時に、じゃあ8番が真にならなくない？で、俺ね、まあ3番が狼なのか8番が狼なのか分かんないけど、1番だけは狼ないと思ってて、なんか2番だとかって言ってるけど、2番考え直してほしくて、5番もね。1番が狼の時って、まず1番が3番に釣りにかかってるよね。あの発言から1番3番狼って俺は見えなかったのと、あと、1番8番狼の時って、なんか7番評価入れないんじゃないかなって思うんだよね。7番的にまあおかしな発言をしているから、
なんか7番の、まあ、狼意欲というかね、6番に対して言ってるその向けてる視点の評価をして、なんか8番と連携取れてないなと思って、だから2番と5番、まあ、1占ってないか分かんないけど、あんまりなんかそれよりも4番の発言がどういうことなん3の色結果も分かんないのに。7番のプレイヤーが発言します。6番さん、なんで今7番を外した？6番は7番が狼だと思いますか？思ってるんですか？5番の発言もよく意味が分かんなかったんだけど、俺は8番が霊能結果に関わらずっていう言葉を使ったから、俺これ一言一句間違ってないよ。8番は言ったから、そういうふうに。で、9番に捏造されたと思ってたら9番が死んだ。いやもう今日は6番絶対行きますよ。なんで7番外したの？いやーこれ3番芯釣ったかな？わかんないっすね。わかんないっすけど、まあ今日8番と6番を比べたら今の発言では6番が黒かった。だって6番視点最終着地点がなかったじゃん。じゃあどこが狼だと思ってんの？こことここがないよね。わかりました。はい。もう俺にクローチってねえのか。6番視点どこ行った？ラストウルフどこ行った？はい、6番釣ります。以下の理由から。まあ8番わかりませんけど、明日は8番まで手かけます。やっぱり2番がおかしいんだよな。まだ2番7番言ってるからね。何を固執してんだろうなって僕は思ってますね。はい、以上、今日6番釣ります。8番のプレイヤーが発言します。はい、まあ1番さん占った理由はね、なんか本当に消去法っていう感じですね。まあ、村だと思ったのが4番、5番さん、7番さん、9番さん、2周目の発言で9番さんが結構爆白だと思ったので、まあ、7番さんはなんかずっとなんかね、俺が正しいって言ってるけど、9番さんが圧倒的に正しかったです。あの修正をして、8番新寄りの考察を落とす9番が、俺は全く2周目で人狼に見えず、初日の推理が、まあ、結論変わらなかった。基本的に俺の目線で3番さんは強人なので、でその3番さんが5番さんしろって出している状況に囲われてなければ、で俺6番のなんか初日からのなんか最初の進行論に加えてとかっていう5番さんにすり寄る発言と、まあ、5番さん単体では結構8番釣り急ぎでたから、なんか若干人狼目あったんだけど、6番の発言から5番の狼が取れなくて、俺の視点ではね。だから5番で囲われてないと思った時に、なんか1番と2番さんって結構3番、8番をね、まあ、手のひらで転がすような考察は一応してるんですよ。うん、まあ1番の中でその初日の8番6番の印象よりもその3番5番白を打ったっていう状況が新芽になるのかっていうところに俺は疑問を感じたので、まあ1番さん占ってしまいました。ただまあ結構もう俺明日2番さん占います。ラスローだと思って2番さんを占おうと思ってて、まあ俺が新芽取れれば勝てると思ってますこのゲーム。はい、なので今日は6番さん釣ってもらって頑張りましょう。はい、以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。2人に占いを2から投票されてて、それ占うかな。投票されてるとこ占うよね。6、7が8か。追放されるプレイヤーは6番、6番の遺言を発表してください。あのね、別に7番を視野から外してるわけじゃなくて、だから言ってるじゃん、発言初日の趣旨がおかしいよって。ただそれ以上に俺の発言聞いてる7番って、それ以上に4番がおかしいからあなたは外れてるわけ現状ね。で1番の狼を見えないから、もう俺のスケールって4番時点で7番なのよ。そのなんか揚げ足取りみたいなのやめてほしいんだよね、村だったら。で、あとね、よくよくそのね、9番って、俺はね、なんか役職名と
スムラの位置が分かりましたって言ってるから、9番の発言を切ったら表考察したら役職名ってないよね。でそのわざわざ9番を噛むのって分かんない。3番8番の精査なんか8番狼っぽくない？なんか9番噛んで8番発言最終位置と4番って9番邪魔だから噛んでんじゃないの？4番8番で。だからなんか3番が狼っていうより3番狼8番狂人っていうより、だから4番って3番狼8番狂人だって3番釣りに行ったじゃん。俺視点聞こえよかったのよ。もうよくよく考えたら8番狼だった時って3番殺せるし、9カミ入れちゃえば4番8番目線の邪魔者っていないから、うんだと思うけどね。で7番さんはその思考で6番釣りますとか言って8番釣りしてるから、まあ、ツンデレなんかなのかな。逆に言えば村っぽいけどね。そのなんか狼の時って自分の視点一貫して貫いて俺釣った方がいいのになんかそこがなんか考えてるな、まさ、はい、夜が更けました。人狼に気をつけてください。神って俺だと思うよ。あくびき当たった人おめでとう。あ、皆さんあくびき参加してくださいね。23人しか参加してないから。夜が明けました。結構確率昨夜は1名当たりますよ。7番のプレイヤーが発言しました。にしろ8番3視点どこ？じゃあ狼。2番白打って、1番白打って、4番白出てたっけ？3番白なんだ。おめでとう。ぜひ、参加してください。そうですか。じゃあ8番視点は4番か7番ね。はい、わかりました。じゃあ8番に入れるね。昨日の8番はおかしかったよね。6番以上に。はい。占い先なんて言わなくていいし。言ってどうするんですか ?8 番さん。で、8番さんは、まあ、この後答えてくれると思うけど、8番さんは2番さん白出てどこだと思いました？ 4 番と7番しか残ってないけど。まあ、はっきり言ってください、そこは。参考にしますね。あ、いやもう昨日の時点で俺ね、3番シーン釣っちゃったかなって思ってますね。なんか6番さんも最後人外臭いし、なんか俺に塗るようなことをして死んでったしね。まあでもちょっとわかりません。8強か。2番さんと9番さんが変だなって初週は思ってました。ぐらいかな。なんかあんまり1番さんと4番さんは追ってません。なんでかというと人外臭がしないから。はい、まあ以上かな。8番のプレイヤーが発言します。はい、まあ7番4番さんと7番さんの方かな。なんか全部発言がやっぱわからんもんって感じだし、村人ならなんかめちゃめちゃ頭硬いように見えちゃうな。なんかフィーリング、人間っぽい感情出てんのかなとも思ったけど、まあね、2番裏だってね白だったんですよ。本当に6番2番人狼だと思って2番裏だって白だったんですよ。でなんかじゃあ8番の発言がおかしかった要素って昨日の発言で何だったんですかって、てかなんか今思うと7番のね初日3番投票ってなんかあそこまで言った7番が村人で3番投票してなんかそこの新上げってめちゃめちゃ臭いんですよね。でなんかなんか4番さんはね結構間違ってる人間臭はちょっとするって感じかな。なんかわからんけど初日の推理が結構4番さんは評価してるのね。俺がヘイト管理してるっていうのと3番教授に向かってどこ抜けてるとかで6番3番に狼、あーうちはな2番とか6番だっけに狼いるよねみたいに推理したのが結構6番を間接的には投票しそうな考察してるのがあんま6番4番には見えなく、まあいいような
考察がいいような感じはしちゃったので、まあ、結論、じゃあ折れ釣りでもいいですよ、まあ、役が絶対残ってるので、まあ、多分1番2番さんにいるのかなって思うんですけど、多分7番さんが人狼だと思います。1番のプレイヤーが、まあこれにしろちょっと8に正だね。ちょっと占い3と8間違えた。これ3が死んだ。3死ん8強6ロー6人ロー。多分2番さん初日8投票って8死んと思って投票してるわ。8が3死ロー打ってるから、多分8が死んと思って2番って8投票してる。6人だわ。で3番さんが死んだわ。8番がやっぱ1占いってやっぱおかしいよね。俺とはならない。6-1は繋がらないから、7が6怪しんでて、1番が7釣ろうとしないの絶対おかしいから。それよりも2番って、まず、自分が7評価してて、2番7釣りよし、1釣りよし。だからね、6怪しんでる、7釣ろうとしてるのやっぱ2あるね。まあ、2-6ロー、ロー、8強、3進かな。3の白先の5噛まれてるんやろ。まあ、3と8、間違えたね、初日釣り。2番3ってあれでしょ ?8 を初日シーンと思って投票したんでしょ ?2、6、ロー、ロー、3、シーン、8、強で見てる。まあ、今日8番さんいきます。2番のプレイヤーが発言します。1番が追う2、6、ロー、ローだったら、三四番面下で、6、8の精査になった時、俺が6投票するメリットって人外ミスに何なのかって、1位が村人だったら真剣に考えてほしいなと思うし、行動を裏切らない。で、2ロールは俺それと、7が言う、昨日の、2が7に対しての視点が向いてたみたいな話をしてたけど、俺視点向いてたの7よりも1だったから、7の話なんて一言もしてないし、8が、いう間違った村っていうのは俺7番かなと思ってるから、ここまで結構視点ブレブレな目線って多分人外だったらできないと思ってるから。だからこそ、一音だけど、まあね、わかんねえな。八つったところで多分グリズムだとしてきそうだな。七一向いてるしな。まいったな。俺は、時間ね、まあ、4番のプレイヤーが発言します。まあ、7番さんは、初日3番から縄かけてるわけじゃないですか。で、3釣って3が死んだとかもしれないってなったのはなぜなのかと、3が死んだのかもしれないときに、ミーで、まあ、6釣ろうってなってるときに、7番視点6は釣ってよかったはずだけど、なぜ8番に投票してるのかなっていうのを聞きたかった。で、まあ、6-2が本線だけど、2が SG1 にされてることも考えなきゃいけないから。1番のその3番、まあ、5、ヒーローの透けてたかどうか知らないけど、3が5しよう、それで3番にせだって言ってて、まあ、囲いとか追ってる面は近しいものがあるから、まあ、すり寄りかもしんないけど、まあ、8が、8にあるのって多分強めなんだよね。8にあるのは強め。隠し色作りたくないから、2も5も占わない。かつ3に白打ちだから、やっぱローメって追えないんだよ、8番。偽だったとしても、強めなんですよね。その場合って3番が死になるんだろうなってのはわかるんだけど。だから白先に意味ってないと思ってるから、多分三進の八強なんだろうなって思います。6は初日で2を囲ったのか、もしくは7、6のライン切りなのか、どっちかな。わからん。とりあえず8強。全プレイヤーの発言が終了しました。
クスパさん、ありがとう。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番、8番の遺言を発表してください。いやね、1番さんに言うとね、マジで俺は6番2番人狼って、俺は1番さんの人間見たから本当に推理して占って、だからね、これ俺しかわからない結果ないよ、2番さんが人間っていうのはね。で、俺1番さん白見た結果、俺2番さん同じように1番さんと疑ってるのね。だからね、同じ視点は持ってて、なんかそれで2番囲いっぽいから8、2世はめっちゃ嫌な推理されたなって思っちゃいますね。なんか一つ思って、まあ、9番組から1番2番に狼いないと思うよ。てか7番4番に狼いるのが強く残る紙じゃない？9番って。だからなんか俺は最終日に別にまあねいいんだけど、1番と2番が投票し合ってもう絶対負ける結果になるっていうのが俺は一番嫌だから、だからちょっと本当になんか和解してくれないかな、そこの2人。ありがとう。2番さんはね、なんか1番さんに疑いかけすぎじゃないって思っちゃって、うーん難しい。なんかここまで詰まってもね、7番4番がどっちかっていうのは分からんかった。うん、なんか4番が正しいことを言い続けてる感もね、ちょっと。でもね、初日4番めっちゃ人間っぽかったんだよなって思い返すと、やっぱ7番の方かなって思うよ。なんか発言拾うとね、考察の過程とかどうのこうので、人間っぽいかなって思うのが4番さんの方かなって思うから、もう俺は7番さんラスールでベットするけど、まあ、1番さん2番さんは対話してください、ちゃんと。夜が更けました。人狼に気をつけてください。これ誰噛まれるんやろ。どっかグレー噛まれてくれたら2分の1なんだけどね。死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。あ、直視まあ8の最後の遺言俺しっぽきましたけどね。だったら直視死んでるか。点は俺昨日、あ、まあ7、4比べたらやっぱから4は評価してた人物であったから、単体だと4が村人なのかなと思うけど、昨日も話したように視点として、あ、1点気になったのが、そのまあそれも4番がね、なぜ6に、まあ6、まあ6と、まあ7はなんで8に、まあ7は時点で8怪しがってるのか。うん、俺8神信じようかな。わ、占いは、わかんなかったっす。ただ、最後の遺言は八神っぽかったなと思って聞いてたから、あ、現状ちょっと47聞いてどっちか行きたいなと思ってます。はい。4番のプレイヤーが発言します。もう全部つながった、つながりました。とりあえず3番さんに謝る。僕は8番強人確定だと思ってる。3に白の時点で8の黒はなくて2世だとしたら強人で、昨日は、まあ、出現地見たことは言ってた。47にいる村に対して1、2の狼ないと思うよって言ってるんだろうけど、実際1、2狼ないじゃなくて9神から1、2の狼はないんですよ。だから思うよって発言が白を持ってない人物の発言で、8番強人で3番神6、2人狼、7番の8投票は噛まれたくない人の投票、
とか2に行きます。で、9が見て多分9番が6番の偽を盲信してるから。盲信っていうか、まあ、猛烈に6の偽を追ってる人物だから9番が噛まれてる。4番が残されてるのは6番の信を追っているから、これは2番の紙だと推理します。だ2、6、ロー、8、強人、3、信。7番に聞く必要もないかなって思った、もう1番が騎士使用した時点で。でも7に対してなぜ3を信で見たのかとか、もうそういう理由とかもうどうでもいいと思った。もう一回2番に行きます。2、6、ロー、8、強人。うん。まあ、ここまで来るのに時間がかかりました。3、偽って言ってみたり。8番の信濃度高いって言ってみたりしたけど、まあやっぱグレー精査だなって、最後はやっぱり2は行きます。やっぱ 9紙の時点で何かあるなと思って、2カゴで囲われてる世界を追ってて、で、この盤面にたどり着いた時に、9紙って多分9番が6番の偽を追ってたから、だから2って9を噛んでるんだと思う。2は行きます。7番のプレイヤーが発言します。はい。あのね、そもそも8番さんって昨日間違ったこと言ってるんですよ。何かというと、9紙が、7と4がラストウルフだって言ってたけど、9番さんは7番さんはあの村人だって言ってますよ。8と共に。だから8番さんはもう捏造してるし、2番から話をそらしたかったんでしょ。多分。まあ、わかんねえけど。まあ、そういうことだと思ってます。一番さんはなんで騎士使用したのかなって思ってますね。僕、一番さん全く疑ってなかったんですけど、なんで騎士使用する必要があったのかなって思ってます。そこはちょっと引っかかってます。一番さんが騎士なら今日一番さんを釣るっていう話は多分出てこないと思うんですよね。二番さんだけでしょ。俺1と4は全く疑ってないから。二番が7にずっと初週から黒を塗りつけたがってた狼だと思ってるから。まあそうですね。ああ、昨日4番さんに言われたんですけど、いつどこでって6番さんの発言ですね。で、昨日妙にその3番に票が集まってしまった、初週ね、初日ね、が理由ですかね。はい。その時にもしかしたらって思いました。はい、2番いきます。まあ出た理由って対抗出たら対抗との信用勝負で勝てるから、もう2分の1で勝てるから出たし、まあ最悪俺釣られたとしてもハンター、噛んだら撃てるからね、残った方。だから出た。で、初日8超えした理由って結構3番の強靭があるかなと思った。あの、占いないところの白打ちね。で、8番が真に強靭に刺さって6ローで、2の8投票見た時に2、6ローローあるかなと思ったんで8超えした。で、8番が1と、あの占いがちょっとおかしい。ってなって、8が、ね、白打ちがおかしいから、やっぱ2、6、ローローが濃厚かな。まぁ、ちょっと偏った精査したのも、俺噛まれた時に2のローを追ってくれるだろうなと思ったから、結構偏った精査したんだけど、まあ、俺が噛まれてないのちょっと違和感だけど、まぁ、やっぱ2番さんだと思うけどね、たどたどしいから。2、6、ロー、ロー、8、強。三振かなと思う。俺は2入れるね。全プレイヤーの発言。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。いや、何っつって笑がったときは。終了しました。追放されるプレイヤーは2番。うわ、マジか。終わんねえのか。まあ俺昨日の段階でもちょっと話したけど、3使用盤面下で
2陣が出てる状況下で、仮に2、6ローローだったら6に入れれない、6、8アンのフラットな状態だった中ね、相方に入れれるわけないでしょ。これ、ムラムラ同士でちょっとやり合ってしまったなーって思ってて、で、7人は別に俺、スケープ、なんだ、クロにしようとかもう全く思ってないし、それよりも結構偏った精査17に対して思ってたから、そこを別に話したまでなんだけどね。なんか、俺ね、落ち度は、俺なかったと思うけどね、結構、その4番が言うよ、昨日、2日目か言うように、割とこう、26で押して、こう、神がスケープゴットされたかな、今考えたら思ってて、8が言う9神って結構俺クリティカルだと思ってんだよね。だから俺4がラストウルフかなとは思ってる。うん。ああ、3、4なのか。2番さんのスコアを借りて4を打つか。まあ、信用勝ち取れなかったんで、すいませんでした。いやーごめんね。あーけど俺噛んでくるかな。どっち打つか、まあ俺噛まれん可能性はあるから。7打つか。カリウドの方はスキルを使用する相手を選ぶか放棄してください。くぅ、2分の1。昨夜死亡したプレイヤー役職はカリウド。やったー、来たー、クーマンさんありがとう。すげえ4番だよと思ったわ。来た来た来た、絶対打たれると思った。いやー、俺分かった、絶対4だと思ってた。俺分かったね、一番さんの。だから一番さんがなんで出たのかなっていうことで、一番さんがハンター修行してくれねえかなって思ってたんだけど無理だったね。ああ、よかったよかった。2番さんごめんね。ああ全然大丈夫です、勝てたんで。7オオカミやったんや。あれ、あ、ピンさん、ユウさんありがとう。ここはどうすか、三振でしょ。三振で6ロー6ローです。ああ、ライン切りやったよね。やっぱ8強三振当たってたんだな。本物でしたね、俺。本物でした、本物。あー、やっぱり4番噛めばよかったな。あの、全員本物だから、これ結果は全員本物。いやね、一応4番9怪しんでたから9噛まないと思ったんだよね。あ、4番2周目すごく良かったですね。9番が6番の白の布石を持ってるんじゃないかっていうゲームはすごく良かったと思いますよ。